こんにちは、市村正樹です。ボスの GT1 というマルチエフェクターを前回の動画では20番っていうとこから34番っていうところまでに自分の好きな音色を選んでセットして置いといちゃえっていうところまでやりました。で、その操作方法っていうのが分かってれば今度はそこから15個のサウンドの中からだんだん自分好みの次のステージで使いそうな音色のみをピックアップして、それを移植してしまうっていうことを説明していきます。で、相変わらずせっかくね、頑張ってはいるんだけどね、これね、今指こうやって出すと、ここから映ると思うんですけど、光っちゃってこれ映らないんだ、これが。で、まあまあ、この画面はまあ、もうしょうがないとして、前回はこの2つのボタン、ライトって書いてある Exit と Enter ってやつ、2つ。このボタンの使い方を説明しました。で、今回もこのボタンしか使いません。ほとんど。実例で言うと、この間、ちょっと、橋本のアフタービートというところのイベントで、橋本駅の、くら寿司の駐車場、サイゼリアの駐車場で、野外演奏してきたんですけど、野外演奏ってのは、ここのもう、夏の野外演奏のこの手のネチョネチョはどうしたらいいんだってくらいネチョネチョになりますよね。まあそれはいいとして、その時にセッティングをした方法というのをちょっと紹介してみたいと思います。それは要するに20番から34番までの音を毎日適当に弾いてて、でちょっと音を変更させつつ、自分の好きな音色、もしくは次のステージで使いそうだと、使うことにする音色を4つか5つまず選んじゃいましょうと。今この音がとりあえず気に入ってるとします。こんな音で、この音です。普通のクリーンだけど、プリアンプとして、フェンダーのツインっていうアンプに近いようなサウンドが出せるようなのが選んであるクリーントーンを今選んであって、それをじゃあ2番に移植しますよ。なんで2番なんやっていうのは後で説明します。このライトのエグジットとエンター両方ポンと押します。とライトっていうのが光るんでエンターします。そうすると U の今23番になってます。その23番をちょりちょりちょりっとユーザーの U02 っていうとこを選びます。ほいでエンターを押して、で、まあまあ、名前は変えません。そのまんま言っちゃいます。エンターを押して、エンターを押すと、今、上書きされました。映ってないですけど、今、U02 ツイードクリーンってなってます。これで今、2番にクリーントーンが移植されました。っていう風に、前回やった、これはここに移植してキープしておく用の操作ので選んだ14個ぐらいのサウンドの中から4つピックアップして、まずそれを0ちゃう。0ない。1、2、3、4、5あたりに全部移植しちゃうんですよ。で、その移植しちゃうやつの実例というか1個の例として説明すると、今2番、2番に僕はクリントンを入れました。そうすると、これ押せば、1番。1番は、僕は何入れてるかっていうと、オルガンサウンドを入れています。オルガンサウンド。で、3番、今度、こっち側、反対側の3番に、ディストーション。これ3番に入れました。で、4番がもっとディストーションっていうか、今度はディレイ付きのディストーション。っていう音を入れました。で、5番は、それにさらにオクターバーが入ってるやつ。っていうのを入れました。6番何やったっけ
まあ、6番は予備かな。予備のディストーションが入っています。まあ、今はちょっとあまり考えないようにして。で、もちろんこっちのギターのこの辺触っていろいろこっちの音色変えられるんで、いろいろスイッチはできるものとして、クリーンサウンドを2番に入れました。で、通常、あ、歪ませようって思うときは、この真ん中のボタンを踏めば、歪みます。で、一応こいつにはディレイも入ってないし、リバーブも入ってません。なんでっていうと、アンプにリバーブが入ってて、そのリバーブを使ったから、今回は割とリバーブを全部なしにしてセッティングしました。で、なんか弾いてて、リードギターが回ってきたら、こいつ踏めば4番。まあ、基本的にはこの234だけ使ってステージはできます。せーの設定にしといて、飛び道具だっていう時に、っていうオルガンサウンドを1に入れています。2番セットからこっち側に3つ、気分によって歪んでいく音を作って、飛び道具だけ1番の。こっち側に置いておくっていう、そういうセットです。これはまあライブ演奏する1週間ぐらい前から本当はセットし始めてった方がいいんですけど、1週間前にとりあえず1,2,3,4,5 に音セットして、これでステージやるぞと決めました。で、ちょっと作り込むっていうか、例えば今これオルガンにね、オルガンにリバーブ入ってんだけど、リバーブ入れたくないと思ったら、このリバーブってやつを押せば、消えますね。リバーブ音が消えます。このリバーブが消えます。で、ここを、この間と一緒。この2つを押して、エンター、エンター、エンターって押せば、もう一回。これで今、リバーブなしになりましたから。こう隣に行ってから戻っても、これでリバーブなしになりました。やっぱリバーブいるって言ったら、リバーブボタンを押して、もう一回これって押せば、リバーブ入った音に戻りました。っていうのを、まず、今セッティングした、ちょっとディストーションでやってみようか。4番のディストーション。これでやってみると、コンプとオーバードライブとプリアンプとディレイが入っています。で、今はここに赤いのが4つついてるんだけど、1個ずつ消しては鳴らして、あんまり変わらんっちゃ変わらんけど、本当は、コンプが入ってる。入ってるね。で、オーバードライブ。これはかなりソフトなディストーションにしてやるんで。で、プリアンプ。いきなり音が変わったね。ディレイ切る。かなりその音に近い、コンプしか入ってない。ちょっと一回全部切ってみよう。全部切ると、単にこのギターをアンプにつなげただけの音になりますよね。で、本当はプリアンプから調べていくんだけど、プリアンプ入れて、ちょっとアンプ感が出たかなと。で、コンプ入れて、鋭角な尖りがない音になりました。で、オーバードライブ入れると、ディレイのない今作っている歪みサウンド。で、それにディレイだけ入れると、ウィッ、ワ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 ッ、って、3番、バン、バン、ピッチャー、ピッチャー、ピッチャー、小田くん、小田くん、小田くん。
みたいなディレイが入りました。で、まあ、遊びとして、なんか他のもこうやって入れてみると、モジュレーションが入って、ちょっとスティーブ・ルカサーみたいな感じ。スティーブ・ルカサーみたいな感じね。で、リバーブ入れると、これアンプのリバーブと併用しちゃうと完全に何の音だかわかんなくなるので入れましぇーんと。で、好きなサウンドを今は変えてないですけどね。結局元に戻りましたけどね。で、音が変わったとしたら、やっぱりこのライトのボタンを2つ押して右側を4回押せば記憶されますと。根本的にはこのペダルはボリュームペダルだから。で、まあ、ワウワウのサウンドとか作りたかったら、まあ、ワウワウが入ってるプリセットのサウンドを持ってきて、こっちに移植してから改造してた方が早いっちゃ早いんですけど。というふうに、あくまでも僕の場合は、一例ですから、それを参考に、全く同じことをしてくれても構わないし、違う方法でもいいと思いますけども、2番に僕はクリーントーンを置いて、3番、4番を歪みにしといて、で、まあ、5番もありますよ、というふうにも一応セットしといて、で、1番に飛び道具の音を1個入れとく。で、ステージ上でアドリブがあった時に、今飛び道具2買おうと思った時だけ1番。それ以外は234、234を3つだけ使って演奏していったのがこの間のステージですっていう感じで。でまあ、1回ぐらい5番使ったような気もしますけどね。手でやるからあれやけど、実際に足で踏むとして、で足で踏んだとしてみたいなことをやる。で戻す。みたいな感じです。ではまた。本当これ誰かこう光らずにこれ撮影する方法を教えてください。なんかあれか、受験生が使う赤色のセロハンみたいなのをこう置くといいのかな。インターネットで調べたら部屋を暗くして撮影するって書いてあったんで実験してみます。真っ暗にしました。綺麗ですね。綺麗ですね。ちゃうわ。あ、映った。すっげえ近くまで行くと映る。あ、消える。あ、映る。映るのはいいけど、映るのはいいけど、ここのボタン、ここのボタン見えへんやん。見えへんやんか。映る。このボタン、あ、あ、あ。
大変だこりゃ。